ムエタイキングムエタイマシン軍は、シアタープロレス課長風月、及び、合唱のタッグチーム、ユニット。本校では主に出場する、構成員、ムエタイマシン2号についても記述する。2015年4月18日、東京、王子神谷、シアターバビロンの流れのほとりにてで行われた、課長風月格闘技、合唱第3章にて、覆面キックボクサーのムエタイマシンがデビュー。 細すぎる体で登場時は、失笑を買うも、試合が始まるや、鋭い蹴りで対戦相手の空手や、中川達彦を圧倒。6月20日、ガツ島第4章では、ムエタイマシン1号が河原湖飛ぶ気なりと対戦し、勝利。ムエタイマシン2号が松本総樹と対戦し、敗北と増殖。また、セコンドとして、同じマスク姿の3号と4号がついた。 9月27日、東京、朝日アウトスクエア大会では初めて月島追い以外のプロレスルールの試合に現れ、ウルフスタームエタイマシーン1号 &2 号の覆面軍として、河原和也中川達彦、浜谷組と対戦。対戦後に中川にムエタイパンツを無理やり贈呈。その後は、セコンドとして4人で現れることはあるものの、 ムエタイマシン二号単独で試合することが増え、二千十六年二月十四日、東京、スターライズタワー大会では、ムエタイマシンのマスクをかぶった、中川達彦が、ムエタイキング中川達彦として、ムエタイマシン二号とタッグを結成した。二千十六年三月二十一日、東京、ディリハ有明で行われるムエタイ大会、スックウィラザクレック12に、課長風月小族として、 ムエタイマシーンが参戦。ムエタイの名を冠するレッスラーが、ムエタイ大会に出る逆輸入参戦となる。階級は、ヘビー級。試合は 2R1 分1秒で TKO 負け。5月22日、軍団内構想である、30分、バトルロイヤルムエタイ本物決定戦が、シアターバビロンの流れのほとりにてにて行われ、ムエタイマシーン2号が優勝。試合後には、プロエタイ選手である。 唐沢市美を指名し、特別試合を行った。9月22日、神奈川、ラジアントホール大会では、ムエタイマシン軍として8人タッグマッチに登場。ムエタイ軍4人は、ムエタイマシン X、ムエタイマシン XX、ムエタイマシン XXX、ムエタイマシン 4X とされた。11月13日、東京、新宿フェイス、ムエローク2016フォースで、 ムエタイマシーンが再度ムエタイのリングに参戦。ビッグ、ラジャサクレックと対戦し勝利した。1号は身長体重不明。3号、4号は試合をしていないため不明。2号のみ、リングアナウンスにより、プロフィールが明らかになっている。また、初期は中黒を入れたムエタイマシーンの表記だったが、2016年現在の表記はムエタイマシーンとなっている。 ありがとうございます。